いやーお主も悪よのいやいや霊夢さんには叶いませんよ。とりあえずこれで霊の剣お願いします。合点承知のすけ、もしもしポリスメン、トープ。いきなり110番はひどくないですか？なんで警察を呼ぼうとしたんだよ。いや限りなく犯罪の匂いがしたから。ひどい私たちを信じてないんですか？こんなに長いこと一緒にいたのに。じゃあ一体何をやってたんだよ。教えてあげないよ。残念でした。もしもしゴルゴ 3A に名お願いします。報酬はスイス銀行に振り込んどきます。どこに相談してるの？一体何をやってたんだよ。ちょっと政治家ごっこ。世界中の政治家に謝罪しろ。まあお金、企業と政治の問題は尽きないですからね。それで政権が倒れたこともありました。政権まで倒れたのか？それに関わっていたのが以前解説した江添博正です。ああ、リクルート事件ってあったね。具体的にどんなんなの？じゃあリクルート事件について解説しましょうか。なら報酬をよこしな。要求がストレートすぎる。地図を書きでどうですか？受けたまわろう。インフレのせいか要求が高くなってきましたね。ということで今回解説するのがリクルート事件です。これ一体何があったの？なんでリクルートで政治問題が起きるんだ？まずはリクルートを復習しましょう。リクルートは1960年に江添博正が大学新聞広告社として設立。大学の求人広告の代理店とかやってたんだよな。1962年に大学の求人情報だけを集めた就職情報誌企業への招待を創刊。今までにない新しい雑誌なんだよね。このモデルを軸に住宅情報、カーセンサー、トラバーユなど様々な媒体を展開しました。ネット中心だけど今でもある媒体だよね。その他に鹿児島県の志布志で農業を始めたり、安比高原でリゾート開発も行いました。結構いろんなことをやってたよな。1974年に住宅の需要が高まるとみて環境開発という会社を立ち上げてマンションディベロッパーを始めます。情報を取り扱うだけじゃなくて実際に建て始めるのがすごい。さらには情報通信産業にも進出。始めたのが NTT の回線のリセール事業。要は卸売事業だよな。他にもスーパーコンピューターを購入したりしてますね。確か今でいうクラウドコンピューターを始めようとしたんだよね。もともと理系の人々を集めようとしてスパコンを購入しましたからね。クレイジーすぎる。創業から30年近く経った1988年グループ売上1兆円、経常利益1000億円が目前となりました。すごい、もはや帝国だな。そんな帝国を築いた江添は社長を退き会長に就任しました。次世代にバトンタッチということか。新しいステージに行くためだな。とここでリクルート事件が起きました。変なステージに上がっちゃった。一体何が？始まりは1988年6月18日、朝日新聞が、川崎市の助役にリクルートコスモスの未公開株3000株が譲渡されて 1.2 億円の利益を得ていたとトップで報道されました。いいなぁ、お前今なんつった？どうぞ続けてください。助役はご存知ですか？確か自治体における市長の補佐役だよな。何故川崎市に？リクルートは川崎駅前のとある地区でビルを建てようとしたんですが問題がありました。治安がめっちゃ悪い。それ一部の地域だけだぞ。容積率が 300% で採算が悪かったんですよ。ということは高いビルが建てられないということか。ですが川崎市が特定外区にして容積率が 700% に上昇しました。簡単に上げすぎでしょ。もしかしてそれをやったのが助役？それで1984年12月にリクルートグループの環境開発からリクルートコスモスに変更した不動産会社の株式、これを3000株譲渡されました。それって賄賂なのでは？まず譲渡といっても実際は購入する権利という感じですね。それじゃ別に問題ないのでは？ただコスモスは86年10月に店頭公開をしており、1200円で購入した株は売却した時5000円以上でした。それで 1.2 億円の利益を手中に収めたということか。これに加えてリクルート系列の金融会社であるファーストファイナンスが購入資金を融資するという形でした。ということは何も負担なしで儲けが出るじゃん。しかも当時株なんて上昇基調だったし、有名企業の株式だったらほぼ間違いなく上がるだろ。これを朝日新聞が報道したわけか。ただこれは当時神奈川県警が捜査してたんですが断念してた案件なんですよ。諦めたらそこで試合終了ですよ。安西先生はあっちでディフェンスしてろ。贈賄側の時効である3年を超えていて、かつ完全に賄賂だと立証が困難だったようです。じゃあない、諦めよう。切り替え早すぎだろ。他のメディアが諦める中、朝日新聞は県警からも圧力がありつつ取材を続行したようです。新進気鋭の企業が斬新な手口で癒着をするという構図。
朝日新聞だったら舌なめずりで続けそうだな。怒られるわ。しかし川崎市は結構大きいが、この内容だったら地方のニュースで収まりそうな話だが、実はこの前の6月14日にこの件を追っていた朝日新聞横浜支局に電話がかかってきました。川崎市の助役の件を取材しているのか、見せたいものがあるということで呼び寄せられていくと、とあるリストを渡されました。一体何のリストだよ。コスモス株が譲渡された76人のリストで、そこには大物政治家なども記されてました。一体何者なんだ。出どころがわかりませんが、似たような譲渡リストが共産党や社会党にも渡っていたようです。何それ怖。それ以降、後の総理大臣となる森喜朗などの大物政治家、その他安倍晋太郎幹事長、宮沢副総理、竹下首相、中曽根元首相など名前も上がりました。自民党の偉い人めっちゃいるな。彼らは秘書や家族名義でコスモス株を取得して、公開の翌日に一斉売却、数千万円の利益を得たようです。こりゃとんでもない事件だな。7月6日に朝日新聞が中曽根安倍宮沢の名前を挙げた日に、江副氏はリクルート会長を辞任しました。判断がめっちゃ早いな。実は譲渡したのは政界以外にもいて、官僚や NTT、その他一般企業にも譲渡されました。そんなにばらまかれてたのか。私はもらってないんだけど、騎手みたいに配ってないぞ。当時江副が親しかった日本経済新聞社社長にも譲渡して、この問題が出て辞任したのが江副の辞任理由だったそうです。迷惑かけて申し訳なく思ったのか。当時は消費税導入の審議が行われている最中で、国民は政治に不満を持っていました。30年後でも揉めてる日本人はブレてねえな。日本人が言うな。それでリクルート事件でお金を稼いでいたと言ったらどうですか。分け前をお願いします。ゲスすぎる。まあ国民は怒るわな。それで世間からも注目を浴びて、マスコミの報道も過熱します。マスコミはウッキウキで報道しそうだな。特に朝日新聞の取材熱がすごくて、リクルートに取材申し込みをして、最初は断られても引かずに、30分だけならいいですよ。結果2時間取材をされたようです。と精神と時の部屋で取材してたんだよ。何その無駄遣い。大きな海難事故が起きても、朝日新聞はリクルートをトップ扱いにして、リクルートのこと好きすぎるでしょ。それで国会ではリクルートの件で野党に追及されるという状態に。与党は消費税の議論をしたいんだろうが、できる状態ではないと。そんなこんなで江副は精神的に不安定となり入院しました。世間からは逃げたみたいに映るな。その入院中の最中に江副の自宅に銃弾が撃ち込まれました。誰がそんなことを。通信社に来た声明文で、リクルートコスモスは反日朝日に金を出して反日活動をした、赤方隊一同。どうやら右翼的な感じだな。リクルートは朝日新聞にお金出すどころか迷惑してるだけなんですが。それでリクルートはちょっとしたことでも話題になり、新聞社やテレビ局からの情報誌の広告掲載を辞退するよう要請されました。ちょっとのことでも話題になるって、どこぞの青い銀行の話みたいだな。全然話が違う。特に表に出ていない江副の奥さんについても週刊誌が報道し始めました。いやそういうのダメでしょ。ワイドショーとかの格好の餌食だな。ベランダで洗濯物を干している写真を撮られ、ちょっとお太り気味のようでという声も、やかましいわ。その他にもリクルート疑惑の陰で泣いた女たちとか、リクルート女帝になれるかなというタイトルで書かれていたようです。電車の中吊り広告でそのタイトル見かけたら目を引いてしまう。引っかかるな。後日奥さんが名誉毀損で訴えて勝訴したみたいですがね。たくましいな。野党からの質問を受けたりして、いろいろとありましたが、だんだんと報道も小さくなって、病院前のカメラマンもいなくなりました。ようやく戦いが終わったのか。ここで一息つけるね。それで江副は海外に旅でも出ようと、旅行のガイドブックを読みながらプランを考えてました。リクルート創業して以来ろくに休みも取れなかっただろうし、ちょうどいいのでは。しかしある事件をきっかけに、事件は最悪の方向へ向かいました。最悪の方向って、ここからさらにヤバくなるのか。事件が起きたのは88年9月5日、リクルート事件の追及を行っていた社民連の奈良崎議員が記者会見を行い、リクルートコスモスの社長室長が現金500万円を持って私のところにやってきた。リクルート問題を調査している私への賄賂以外の何者でもなく、江副やコスモス社長を加えた3人を、東京地検特捜部に贈賄申し込みの疑いで告発する、と語りました。いきなりそんなことを言ってきたのか。なんか動かぬ証拠でもないと信じられないなぁ。
このやり取りしていた密室の現場を奈良崎氏と組んでいた日本テレビが隠し撮りしていて、それがニュースで放送されました。なんでそんなことをしたんだよ。奈良崎議員が譲渡名簿を出すようリクルートに迫っていて、幹部が対応に苦慮していた時に危機管理を専門に研究して自ら売り込んで入社したリクルート社員が、奈良崎氏の要請は金銭の要求だ、それで常務が、なるほど、お金を持って奈良崎氏を訪ねていけ、お前らか、危機管理って最悪な事態を避けるためにいるのに見事に最悪な道に誘導したな。この衝撃的な映像で問題が再燃しました。リクルートはこんな悪い奴だったのかって普通思うでしょ。この3日後に奈良崎議員が江添たちを告発、国会は野党が事件を問題化して消費税審議を先延ばしして廃案へ追い込もうという動きが出ました。そしたら野党は国民のヒーローになれるな。11日に朝日新聞が元労働省事務次官が未公開株譲渡され売却したと報じて、翌日には社会党と共産党が関西関係者9人の名前を発表。この中に宮沢本人や NTT 役員などの名前がありました。どんどんと実態が出てきたな。翌日、野党の要求を拒めず入院中の江添に対して参考人として病床で質問、江添は株譲渡先の公表を拒みました。まだ何か隠してるのか。世間では、まるで子供の使い、形だけのセレモニー、そりゃそうなるよな。10月19日に東京地検特捜部によってリクルートや関連会社への強制捜査が行われました。とうとう強制捜査まで行われたのか。それで11月に入ると元官房長官の名前が上がりました。強制捜査の成果だな。21日に衆議院で江添や元労働省事務次官などへの承認喚問が行われて、翌月9日に宮沢大蔵大臣が辞任しました。大臣が辞めちゃったの。それで1988年12月27日に改造内閣が発足。年末に大変だな。来年はなんとかいい年にしたいな。しかし同月30日に法務大臣がリクルートから献金を受けていたことが発覚して辞任。早すぎるわ。組閣して1ヶ月足らずで閣僚がもう一人辞任しました。もうちょい頑張れよ。翌年2月13日に江添やファーストファイナンス副社長、 NTT の元取締役が地検特捜部に逮捕されました。江添さんがとうとう逮捕されちゃった。3月には NTT の前会長や前労働事務次官が逮捕。リストに書かれていた人が次々に逮捕されているのか。そのリストも早デスノートだろ。竹下内閣の支持率が1月中旬は 33.4% だったんですが、3月初旬には 12.6% まで急降下。上がりすぎでしょ。ちなみに不支持率は 81.9%。 上がりすぎだ。これは政治不信に加えて消費税導入もあったからですね。第5はこの時を持ちネタにしたわけか。ネタとか言うな。この不信を払拭するために4月11日に竹下首相はリクルート関連の政治献金額を公表しました。私は悪いことしてないですよアピールか。結果は見事支持率 3.9%、 不支持率 87.6% と史上最低を更新しました。キャー、当時の消費税率を下回りそうだな。なんて恐ろしいことを言うの。ああ、それは大丈夫です。なんか復活する要素でも出たのか。朝日新聞が、あ、これはもう良くないニュースだ。竹下首相、公表とは別に秘書名義でリクルート社から5000万円を借り入れしていた。おいー。この報道の3日後に竹下首相は退陣を表明しました。この問題でとうとう内閣が倒れた。そして翌日に竹下首相の秘書が自殺しました。そんなことまでなったの。この事件で自民党で主力だったニューリーダーやネオニューリーダーの多くが謹慎状態になりました。じゃあ次は新ネオニューリーダーだ。そうじゃないだろ。それでリクルートと関係がなくて竹下に都合が良くてサミットが近いという理由で選ばれたと言われているのが宇野首相。そんなネガティブな理由で首相が選ばれたのかい。しかし首相就任3日目で女性スキャンダルが表面化。だから早すぎるわ。当時日本のマスコミは無視してたのですが、海外のメディアで話題になり日本に逆輸入されました。スキャンダルの逆輸入って初めて聞いたわ。それでついたあだ名が宇野ピンクザウルス総理。くさ。この後の参院選で自民党が結党以来初の過半数割れとなって宇野首相は退陣。55年体制が終焉を迎えました。未公開株の譲渡がここまでの影響を及ぼすとは。未公開株の譲渡はそんなに問題なのか。それでは問題をもう少し掘り下げます。街
ず前提として未公開株の譲渡はそこまで違法性はなく当時は特段珍しいものではありませんでした。初めて上場するときに付き合いのある人や社会的に信用のある人々に公開株を持ってもらうのは常識だったようです。じゃあなんでここまで話が大きくなった？あまり法律的なことは言えませんが、要はこれに見返り的なもので賄賂というのがないと犯罪にはなりにくいです。なので多くの大物政治家の立件は難しく略式起訴で終わりました。要は何かしら見返り目的が必要ということか。それでリクルート事件には大きく4つのルートがありました。なんかフラグ管理が必要なの？恋愛ゲームみたいに考えるな。最初に政治家ルート、安比高原の開発や国家公務員の上級試験の合格者の発表を繰り下げるよう便宜を図ったと検察は睨みました。そういうことで政治家と仲良くなろうとしたのか。公務員試験の日程が関係あるの？当時の協定で起用の選考開始は11月で公務員試験の発表が10月15日でした。公務員試験の方が早いのか。それだったら国家公務員になる方を選んじゃいそう。それだと企業は困るから江添が動いたのか。これが政治家ルート。次に文部省ルートです。なぜに文部省とつながる必要があるの？進路指導専門士のキャリアガイダンスなどを関係者に配布していて、文部省の方にも原稿を書いてもらってます。そういう連携があるのか。その中で問題になったのが、専修学校へ進学を希望する高校生向けの進学情報誌でした。専修学校って？職業人を育成するための実践重視の学校だ。学校が生徒から進路希望と氏名住所を聞いて、専修学校を希望した生徒に対してリクルートが情報誌を送るというスタイルです。学校との連携が重要になるね。この事業はリクルートがシェア8割を握るんですが、多くの問題があると指摘されていたらしいです。何が問題になるんだ？取れない資格を記載している。就職や資格試験合格実績を誇大表示している。無認可校をあたかも認可校のように扱っている。生徒の水増し募集もそのまま掲載している。問題事項が多すぎる。他にも試用のために高校生のリスト作りをするのはどうなのかという批判もあったようです。学校って制服やら教科書とか癒着の塊みたいなところなのでは？それ以上はいけない。これを問題にされる前にリクルートは文部省に圧力をかけて対応措置を取らないようにして、その見返りに接待や株式の譲渡を行ったというのが検察の見解です。こりゃもう完全にアウトだろ。似たようなもので労働省ルートがあって、就職情報誌発行の行政指導に対してリクルートが有利になるように取り計らいました。それで事務次官や課長が逮捕されてます。その見返りがリクルートからの賄賂と。次に NTT ルート。下手な恋愛ゲームよりルート分岐が多くない？まだ言うか。リクルートは回線リセール事業で NTT との協力が必要でした。NTT からたくさん回線を借りないと商売にならないからね。当時は NTT はこの高速デジタル回線への申し込みが逼迫して時間がかかっていたようです。ということはすぐに商売が始められないじゃん。しかも電気通信事業の技術的ノウハウがありませんでした。そりゃ今まで不動産や広告をやっていた会社だしな。それでリクルートは NTT の人に対して株式を譲渡したのか。あとはスーパーコンピューターの時間だし、今で言う AWS みたいなやつだよな。この事業をやるにはスパコンが必要になります。なければ話にならないでしょ。それでスパコンを購入するにあたり NTT を通してクレイ社から購入しました。それで NTT に便宜を図ってもらったのね。なんかそれおかしくないか。え？検察はこれらの容疑を調査して固めて、結果江添たちを有罪判決に持っていくことができました。これで大企業や政治家の悪事が表に出たんだね。なんかモヤモヤする。それでは次に視点を変えましょう。視点を変える？さっきまではマスコミや検察側からのものでしたが、次にリクルート江添側の視点や検察に対して批判的な田原総一郎氏の著書を中心に解説します。江添は有罪判決を受けたんだよな。状況を振り返りますと、株式の譲渡だけでは立件しにくいものでした。それで他の容疑で固めて立件したんでしょ。その捜査の仕方がエグかったようです。なんかいろんな人が検察の取り調べはきついと言っているが、逮捕前の取り調べでは女性問題について聞かれたようです。いきなりそんなところから？検察ってそんなのまで調べてるのか。検察はまずは週刊誌に書かれていることを聞いていく。週刊誌かい。それでね、掘り葉掘り聞くようです。ゴシップライターにでも聞けよ。当時は新聞、週刊誌、テレビを見ていたようです。主婦の井戸端会議で出てくるような情報じゃん。それで否認黙秘で、ちょっとでも反抗的な態度を取ったら株譲渡に賄賂の認識があったという内容の調書に、ペンを取れ、署名しろと言われました。するわけないだろ。
それで断り続けると。バカ野郎検察官に対して何たる態度だ。検察官をバカにするのもいい加減にしろ。お前の態度はあまりに自分本位で傲慢だ。実に不愉快だ。これまで君に好意を持っていたが憎しみに変わった。憎しみが媒介したので素直に罪を認め調書に署名しないんだ。と怒ったようです。点が低すぎませんかね。それで取り調べ開始から55日目で逮捕されました。まだ逮捕前だったのかい。江添氏はマスコミへの見せしめのように晒されたようです。世間を騒がせている奴はどんな顔だって見たくはなるな。それで逮捕後は検事の態度は一変して厳しくなりました。まだ厳しくなるの。怒りで検察の血管が破裂するのでは。窓ガラスが割れるような大声を浴びせられても江添は便宜強要を否定しました。すると検事はある時、バカ野郎お前は申し訳ないことをしたと国民に謝罪すべきなのに何たる傲慢な態度だ。そんな態度を取られたのは俺は初めてだ。特捜を舐めるな。特捜がどんなに恐ろしいところかお前はまだ分かってない。それで検事が机を持ち上げて積み上げられた書類が江添のそばにドーンと落ちて、縦横を向け前を向け左を向け、一体何が始まるんだ。壁にもっと寄れもっと前だ。鼻と口が壁に触れるぐらいまで追い詰められて、そこで目をつぶると、目をつぶるな。バカ野郎俺をバカにするな。俺をバカにすることは国民をバカにすることだ。このバカ、バカって言った方がバカなんです。対抗するなこのバカ。え、これを大声で言われて焦点距離が合わない状態で目を開け続けると壁が黄色く見えてきて、目が痛くて瞳孔が縮んだせいか黄色いリングが見えて涙が出たらしいです。10万大学に出てきそうな拷問みたいだな。チャンネル名を上げるな。江添曰く4日連続で午前午後夜と立たされたようです。肉体的ダメージを負わせて吐かせると。このことを公判時に証言すると検事側は、立たせたことはない。わあ検察ってなんて素晴らしい職業なんでしょうか。さらに当時のリクルート社長の逮捕もちらつかされました。この頃リクルートはバブルが弾けて経営危機状態でしたからね。不動産関連でとんでもない負債を抱え込んでたんだよな。そこに社長が逮捕されたらどうなりますかね。ジエンドだな。いやあ、それで調書にサインしてようやく釈放、ようやくかと思ったら再逮捕。いやあ、それが何回か繰り返されます。無限ループってマジで恐ろしいな。それで早期保釈か長期拘留を選べと言って調書にサインを迫ったり、検事が椅子を横から決定添えを転げさせて土下座させたりと。そういうのドラマとかで見たことある。テンション上げるな。これら本当なのか。江添被害者側の言い分なので絶対合ってるとは言い切れませんね。こういう厳しい取り調べが問題になって今だと透明化していると言われているが、というか検事って犯人で正しいかどうか捜査とかで立証するんだよね。検事はこう言ってたようです。新聞が書くことは世論、新聞が書いているのに立件しないと特捜の権威が失墜してしまう。それで検察がストーリーを書いてそれに当てはめて調書を作ってサインさせて認めさせるみたいな感じのようでした。オラもう検事信じられねえべや。まず検事のお世話にならないようにしろ。これらもあって結構無理くりな部分があって、例えば進学情報誌問題、問題が起きないように文部省に根回ししてたんでしょ。江添側は、先週学校と無認可校についてほとんど差異がなくて、そもそも自分が在籍している学校の立ち位置も知らないですよ。この問題が全国に波及したって言ってますが得になってないですよ。おいおい話が違うじゃないか。もう一つわかりやすいのが NTT、 事業を始めやすいように便宜を図ってもらったんだよな。まず NTT は民営化されているとは言ったものの公的企業な位置づけでした。だから問題になったんでしょ。 NTT に対して他の顧客より優先してくれなんて依頼したことはないですよ。そうなのか。技術的に援助を受けてたのでは。他の企業と保守契約を結んでたので NTT 側の技術は別にいりませんでした。あれー、スパコン購入時に便宜を図ってもらったのは。購入者であるリクルートが賄賂を送るってなんなんですかね。あ、そういえばスパコンって簡単に買えないでしょ。リクルートは最初富士通のスパコンを購入していたんですよ。クレイ社のスパコンを購入していたのでは。ここで NTT が、お願いします、うちを通して買ってください、マジでヤバいんです。えらい必死だな。日米貿易摩擦問題で NTT は当時アメリカから製品を調達する協定を結んでいました。それにもかかわらず調達先が主に電電ファミリーで非難されてました。貿易問題で生贄にされた NTT が差し出したのがリクルートというわけか。それでリクルートは、13億円とそんなに高くないし、有名な会社でデザインもいいし、理系採用にいい方に働きそうだし購入しよっと。いろいろ軽いな。問題として国会の承認喚問の時にそのまま NTT はパイプ役だと問題だと思いこう証言しました。単なる素通しではなく NTT にバックアップを受けるつもりでした。それを検察が責める口実に使ったと。承認喚問で嘘の発言は偽証罪に当たるのでは。それも覚悟の上だったそうです。マジかよ。こんな感じで積み重なってできた検察の調書が裁判の証拠として扱われました。マジかよ。もうミツルギレイジ信用できないわ。あいつはもともとそういうキャラだろ。
特捜部はこの事件で3800人を聴取、80箇所を捜索して9000点の証拠品を押収、260日の捜査を行い携わった検事52人、事務官は159人となり戦後最大の企業犯罪として扱いました。江副はとんでもない事件を引き起こしたのか。江副自身は当初ここまで大きくなるとは思っておらず立件されるとも思ってませんでした。そもそも株の譲渡自体問題なかったからな。しかし消費税問題、急激なインフレ、斬新な手法、衝撃映像が重なり世論の注目となり野党やマスコミもそれに乗っかりました。この世論の動きに対して検察も動かないとメンツが潰れるしな。真実なんてどうでもいいって感じだな。89年12月15日から始まった裁判は改定数322回で判決は2003年の3月4日です。そんなに長引いたのかよ。検察弁護士裁判長が何度も入れ替わりました。ドラクエ5並みの壮大な物語になったな。本人は終わった時に勇者の父親じゃなくてただのおじいちゃんになるだけだがな。悲しい。注目を浴びていたのもあり当初は傍聴席が埋まっていましたが次第に空席が目立つようになりました。完全に事件が風化したんだろうな。それで出た判決が以下のようなものです。問題となった行為で非難されるべきだが情状酌量の余地があるとされた。さらに社会的活動や株式の譲渡をして経済活動から身を引いている。さらにマスコミに大々的かつ批判的に取り上げられて社会的にも厳しい非難にさらされ、相応の社会的制裁を受けていた。様々な分野の多くの人々が被告人の人格や指揮権、業績を高く評価して被告人に対する寛大な処分を望む旨の証言をして、同志氏の上申書を提出しているところや関係者に対して迷惑をかけたことへの介護の念と反省の態度を示している。つまり行為は問題だったが十分反省しておりすでに制裁は受けていると。この裁判の後江副に迫ってくるテレビ局の車はなく、夕方の一面に記事となりますが扱いは小さかったようです。世間の注目がなければマスコミもネタにしないからな。一大事件の結末がこんな虚しいものだなんて。これがリクルート事件の大まかな流れです。意外にひっそりで終わったんだね。裁判終了して1年後に江副が事件を担当した主任検事とばったり会ったようです。それが新たな事件に発展して、困難にするな。検事は本音をフランクに話してくれて気持ちが晴れたようです。ハッピーエンドっぽく終わってよかったね。そもそもなんでマスコミはここまで事件を焚きつけたんだ？特に朝日新聞なんかは異常なまでの執念だよね。まあマスコミは第四の権力とまで言われて政権が倒れるぞと息巻いてて、あとリクルートの広告事業で結構やられてたのがマスコミの広告ですからね。それを潰すためにここまで報道したの？まあこれは一説なのであとはご想像にお任せします。ところでなぜこの動画を作った？リクルート事件は日本を変えた重大事件ですからね。江副氏の解説もあって作りました。確かになんとなく聞いていたけど何が問題だったのか理解できた。それで本音は？リクルートの英語学習のスタディサプリイングリッシュに挫折してここで取り返そうと。理由がひどすぎる。